こんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、ノックさんから非常に有益な情報が送られてまいりました。それはですね、ヤフープレミアムについてなんですけども、ヤフープレミアムって私も入ってるんですけども、かなりお得みたいですよね。例えば雑誌がね、あれこれ読み放題っていうのは私知らなかったですね。こういうふうにね、特典が自分に対してかなりついてるのに知らないから全く使ってない、下手したらそれを有料で別で買ってしまってるってこともあるかもしれないんで、よくよく自分の契約内容っていうのは見直さないといけないなと思います。とにかくね、私ね、今回ね、雑誌はね知らなかったんで、いろいろと読んでみようかと思いますし、あと外食もお得なのが結構ね、あ、これ使いたいなっていうのがあったんで、ノックさんが言ってるだけあって、この動画の方ね、ノックさんの動画ぜひね皆さんにも見てほしいんで、この動画の後につなげておきますんでね、ご覧ください。で、今回テーマにしたいのが、その忘れちゃった課金ってやつなんですよ。それは何かっていうと、何かサービスに登録するときに、まあ、400円とか500円とか1000円とかあると思いますけども、そのサービスが必要な期間終わってもオートシップでずっとね引き落とされてるっていうのが多分ねあると思うんですよ。私この前ね、クレジットカードが100枚近くあるんで、まあね、60枚とか70枚一気に解約したんですよね。で、一件一件電話かけていったら、あ、年会費かかってんだとかね、あ、これこういうサービスがついていたのに使ってないなとかね、本当にね、サービス過剰、そして、オートシップ過剰になってるなっていうのがいつの間にかねあるんですよ。要するに、使わないサービスがついていて無駄、使ってないのに引き落とされて無駄、ダブルで無駄なんですよ。で、裏を返すとね、この日本の GDP っていうのは、こういうふうな人の忘れちゃったに対して売り上げが上がってるっていう、全く実態のないものまで、GDP として反映されてるなと思うんですよね。ですから、もうちょっとね、私たちが自分のお金とかサービスに対する無駄とかね、適正な利用を意識した時って、もしかしたら経済って小さくなるかもしれませんね。だから我々は膨張した架空の経済、中国じゃないですけどね、架空の経済によっていろいろと判断指標を持ってるから、たどり着かないことが多いのかなと思っちゃいましたね。まあ、ノックさんの動画この後出てきますんで、詳しくはそちらの方をご覧ください。それじゃあまた会いましょう。